皆さんこんにちは。ミルキーです。そしてちゃんまるでーす。ということでですね、本日は2人でですね、ちょっとすごくいいフィギュアを2体ほどゲットしてきましたので紹介していきたいと思います。ということでまず最初はですね、じゃじゃん、こちらです。じゃじゃーん、ということで。ゴッカイブルーのですねフィギュアをゲットしてきました。でこちらはですね、多分まだ出たてというか出て間もないものだとは思うんですけど、新しいですね、こちらブロリーと書かれている新しいゴッカイブルーをゲットしてきましたので、こちら開封していきたいと思います。いいですか、開封して。じゃあ丸さん、手がベトベトですね。開封してよろしいですか。はい、じゃあ開封していきたいと思います。で、てってるーん、ということでまだパーツを組み立てないといけないみたいですね。ちなみにこのような透明な台もついております。こちらちょっとしまっておきます。さあ、こんな感じで頭をつける感じですね。こちらちょっとビニールを破ろう。興味ありますか、興味ありますかね、ジャンマルさん。じゃじゃーん、そしてこっちに胴体が、お、いいですね。さあこれをセットします。お、お、こんな感じかな。お、はまりました。じゃじゃーん、じゃじゃーん、ということで悟空ブルー、どうですか、ちゃんまるさん。イケメンですね。さあ次行ってみましょうかね。次行きますか、次行きましょうね。そしてもう一つのフィギュアがですね、こちらです。じゃじゃらーん、ということでこちらがですね、孫悟飯のフィギュアです。でこちらがですね、セルと戦った時の格好をしているものになりますね。大丈夫ですか、ちゃんまるさん。こちらも開けていきますよ。マントでーす。そしてこれはちょっと組み立てないといけない、結構大きいですね。胴体と、そしてこちらが顔ですね、頭、そして最後に腕があります。ということでこれも組み立てないといけないようなので組み立てまーす。すごい立派、めっちゃ立派ですな。これちょっと一旦外さないと無理ですな。
いいですね。お、あー、これが。大丈夫ですか？ということでできました。じゃじゃーん、めっちゃイケメン。たまらさんどうですか？じゃイケメンじゃないですか？どっちが好みですかね？悟空ブルー、そしてこっちご飯です。いやだ、俺の方がイケメンということですか？じゃじゃーん、ということでじゃじゃーん、こちらのフィギュアをゲットしました。ということでちゃんまる様はですね、僕のことをもっと見てほしいということなので、ちゃんまるのことを構ってあげようと思います。ということでまたですね、何かフィギュアを取ったらやっていきたいと思います。ということでまた。